皆さんこんにちは。福岡のギャラリーのろぺこです。ここ最近作ったのろぺこの新作を動画でざーっとご紹介していきます。こちらはもふもふ猫のスマホポーチ。このもふもふの猫ちゃん、アプリケみたいな感じで後から縫い付けをしています。バラのお花もこんな感じで立体的です。尻尾がですね、飛び出してるデザインになってるんです。サイズ調節も可能で、内側はカードが2箇所入るポケットをつけてます。大きめサイズに本体作ってるので、これより大きいスマホカバーされてる方とかも結構いらっしゃるんですけど、全然余裕で入るかなと思います。そして逆側は、外ポケットとファスナーポケット、ここ小銭とか入れてもいいかなと思ってます。紐は肩に当たる部分はバイアスと同じ生地にしてるんですけど、ちょこっとだけドミット芯を入れて少しホワホワした感じにしてるので肩が痛くないかなと思ってます。ポケットティッシュポーチです。こういう感じのデザインで、ここ刺繍のお花ボタンに引っ掛ける感じ、眠る猫のデザインです。おまけでポケットティッシュ1つセットしてます。そしてここポケットがあるので、ハンカチとかサニタリーグッズ入れてもいいかなと思います。色はこちらの他にこちらとこちら、眠る猫のデザインなんですけど、これは移動ポケットです。さっきご紹介したこちらの形は、これをこうやって折り曲げるとこの形になるんですけど、これはこう広げた感じでこっちにお顔が来る感じにしてます。なのでここに引っ掛けボタンをつけて、ここポケットですね。で、こちらがポケットティッシュ、おまけで1個セットしてます。裏なんですけどこんな感じにしました。こちら、ポケットがないバッグにセットしたりとか、あとお洋服にセットしたりとかできます。色は3種類です。そして IC カードが入るケース、猫のお耳にしたので、これ紐の部分はなんとなく尻尾的な感じです。それでこうしてひっくり返すと、ここに IC カードとかを入れられるんですけど、このクリアケースのですね、ここのところに通してるので、中身は落ちません。でセットするとき、これこう外してもらってこっち側から入れます。で、これをここ両サイドにセットしていただくとこういった感じになるので、このままピッとできます。ノロックくんのデザインで、首のところは鈴もついてます。黄緑とパープル。いろんな情報はブログで発信。